昔と似た感じなんやな。いらっしゃいませ。どうぞこちらへ。何分コースにいたしましょう？あ、いや、ちょっと聞きたいことがあってな。この男がここの常連やって聞いたんやが。ああ、川村くんですか？私よく担当させていただいてましたよ。ほんまか？ええ、と言っても前に来たのはかれこれ1年前くらいになりますけどね。1年前、川村がうちの組に入ったのと同時期やな。ちいと事情があってそいつを探しとるんや。なんでもええ、覚えとることはないか？あ、そういえば川村くん最後に店に来た日に気になることを言ってたんですよね。気になること？はい、川村くん上の雀荘でいつも麻雀をしてたんですけど、最後に店に来た日、借金が全部チャラになったって喜んでたんですよ。チャラになった？ええ、全額肩代わりしてくれる人に出会ったとかなんとか。その人と東京の神室町に行くからしばらくこの店には来れないって。借金を肩代わりしてくれる人間と神室町に？世の中にはそんないい人もいるんですね。羨ましい。他には何か覚えとらんか？結構前のことなんで、すみません。いや、助かった姉ちゃん、ありがとな。あ、それでお客さん何分コースですか？あ、いや、マッサージはええわ。せっかくなんでうちのマッサージ受けてくださいよ。こんだけいろいろ話させといて何もなしですか？こっちは個人情報保護とか厳しい中でいろいろ話したっていうのに。ああ、わかったわかった。なら手っ取り早く一番短いコースで頼むわ。はーい、30分コースですね。今ならうちで一番マッサージがうまい立山が担当できますよ。ようわからんから任せるわ。はーい、ではご案内しますね。服を着替えてお待ちください。立山さん、一番のお客さんお願いします。失礼します。本日担当する立山誠です。よろしくお願いします。